はい、どうも皆さん、こんにちは。サオーです。バブニャンということで、今回は新しいイベントね、昨日来たんですけど、2つにわたってね、動画撮っていきたいと思います。今回は、フォーリアシリーズの方ですね。引くべきかって言ってるんですけど、武器の評価ですね。はい、まず、フォーリアフリングでございます。こちらね、クリティカル率 60% アップ、物流ダメージ 50% アップ、7.9秒の、剣ですね。で、これ、後ろに下がるやつなんで、ストーンのね、上位互換なのかは、ちょっと、わかりにくいですけど、クリティカル出ればね、ストーンより火力で出るようにする武器なので、これは間違いなく当たりでいいんじゃないですかね。必須か必須じゃないかって言われると微妙なところでもあるんですけど、かなり必須に近づく級の武器だと思うので、これは当たりでよろしいでしょう。はい、フォーリアーガードですね。味方全体に魔法比ダメージダウン付与。自分に最大 HP 依存の HP 回復中。これはもう言わずもがな、あれですね、ミトラシリーズの魔法版。ミトラはね、物理比ダメージダウン付与なので、これは魔法版ですね。なので、ミトラより、魔法のね、敵が出てくるところで使いやすい盾になってます。なので、使い方はミトラと一緒ですね。どっち使うかっていうのを、属性と、敵の攻撃種類によって変えるってことですね。ミトラもね、間違いなく当たりなので、こちらも当たりでしょう。必須か必須じゃないかって言われると、ちょっと微妙なとこですね。必須なのはヘイト系なので、かなり強い当たり武器っていうところですかね。はい、次行きましょう。杖。フォーリア4は、杖じゃない。メイスですね。フォーリア4は、味方全体に HP 回復中、味方全体に毒回復。これは今回の、適正の武器ですね。敵が毒にしてくるので、それを回復できる。ですが、あってもなくても一緒ぐらいですね。毒回復別にいらないので、3万台ですよね、みんな入ってくるのって一番上。ってなると別に毒もいらないし、ささっとクリアするか、後術入れて、どうにかするか、回復もね、これ全体回復中ですけれども、他の全体回復武器でね、毒分なんてどうにでもなるので、これは別にいらない武器かなって思ってます。普通、別に弱くはないですけれどって感じです。全体回復系がない人で、これ当たったら使ってもいいかなってぐらいです。はい、弓行きましょう。弓。複合ダメージ極大。来ましたね。単体に極大複合ダメージ。命中率ダウン付与50%低確率ですけれども、これは竜人化すると多分低確率なくなりません。竜人化すると敵に命中率ダウン付与50%は確定で入るようになるっていう武器ですね。攻撃にも使えるし、一応のデバフがついていると。これは今回で一番ダメージ出る武器なんじゃないですかね。今回のボスに対しては。必須ではないですが、サブ火力。剣術がメインアタッカーだとしたら、弓でサブ火力になる武器って感じで、非常に当たりなんではないかと思います。なくても大丈夫かな。前回のフィアンマは超強かったですけど、バフも。非常に使いやすいので、これも当たりかなって思います。はい、そして今回のメインですね、これが。敵単体魔法ダメージ極大の杖がやっときました。自分に魔法用ダメージアップ付与5%52秒。自分に回復率アップ、回避率アップ付与5%25秒。52秒長いね、これ。重ね掛けできるんであれば、グループが別なのであれば、常に5%アップは52秒なので、使い回しが可能。かつ火力も高い。で、おまけに回避率アップ付与がついてると。で、仮にね、他のバフ武器とね、バフのグループが一緒だったとしても、これ52秒ってことは延長できるので、52秒分。そういう点でもどちらに転んでも当たりだと思います。どちらに転んでもって言って、ちょっとバフグループがちょっとわからないので、一応バフグループが分かったら多分このサイトに載ってると思うので、概要欄から飛んでみてください。ここめっちゃ分かりやすいので、バフグループ。ですので、どちらにしろこれは大当たりの杖なのではないかなって思ってます。これはね、当たりだ。で、今回の防具も、
魔法用ダメージアップの防具、しかもプラスシリーズでステータスも高いやつあるので、魔導士がかなり強くなってきたというよりは、これ剣術より出るようになっちゃったよね、ダメージが。まあ今後剣術のね、防具も来て、いい感じにバランス保ってくれたらいいかなと思いますけど、まあ火力色で魔導士の方が今出るんじゃないかなって思ってます、ダメージ的には。そして、魔道具、見ていきましょう。敵単体に魔法ダメージ特大、自分に回避率アップ付与 15%、25秒。非常にね、この回避率アップ付与 15% でかい数値なので、4分の1じゃねえな。まあ、回避できる。ということで、もうサブ的には強いんですが、まあ、ちょっといかんせん前に上がってしまう武器なので、まあ、あったら使いやすいかなっていう。この、魔導士でこの武器が当てられなくて、こっちを当たったけど、これをメインにしようっていう運用はできると思います。特大ダメージなんでね。まあ一戦級ではないので、こういう強い杖、メインアタッカーになる杖が来たら、メインのダメージソースからは外れると思うんですけど、まあ属性揃えとか、サブ火力には使える武器なのかなって思ってます。次。螺旋の宝玉。これすごいよ。回避率アップ付与 999%、まあ、確定回避ですね。ただ 7.9 秒と。で、クールタイムが100秒。どこで使うんですかね。これ本当に超強力、99,999 のダメージが確実に前列に襲いかかるよ、みたいな時に、みたいな敵が出てきたらすごい必要な武器になると思うんですけど、まあ、現状は使い道ないですよねっていう感じの武器です。またメイスがちょっと微妙で、前回のね、壺とか使えたんですけど、今回の魔道具はなくてもいいかなって思ってます。うん。メイスの人は引かなくてもいいけど、まあそれなりに他は価値ある武器が出るのかなって思ってます。でも僕は全部爆死しました。30連引いて全部出なかったので、はい。全部ってどれ一つ出てないので、はい。ガチャはご利用は計画的に。ということで、次回の攻略動画の方でお会いしましょう。ご視聴ありがとうございました。